日本北海道上川郡下川町上内泥上、内泥は北海道上川地方の上川郡下川町にある地名である。郵便番号は098-1216である。下川町の西部に位置する。地域は主に農地、山林として利用され、旧城内泥駅付近に小子街がある。東は北町、西町、南及び西は内泥市、北は三類に接する。 コークとして、上名よろ第1、上名よろ第2、上名よろ第3コークを含む。おおむね植民区画の上、名よろ11線から20線までの地帯である。名よろ川沿いの中石平野である上、名よろ原野地区は、1901年に16線から19線にかけて、岐阜団体により、町内では最も早く開拓の区画が下ろされた。 1902年には11戦から15戦に八条団体が入植した。1903年には米の施策に成功した。原野地区の南側の大地の上や名寄川に注ぐ小さな沢沿いはやや遅れて大正から昭和初期にかけて開拓された。名寄川の北側、上名寄川向かい地区の大地や沢沿いは戦後開拓により開かれた。上、名寄12戦にあった。 旧 j r 北海道名寄本線上、名寄駅付近にはかつては、澱粉工場や、気工場、製粉工場などがあり、小市街を形成したが、現在はその面影はない。農林地帯として発展している。名寄川の上流にあることに由来する。かつては、JR 北海道名寄本線が通り、地区内に上名寄駅、矢文駅、 岐阜橋駅の3駅があったが1989年5月1日に廃止された。ありがとうございます。